えこの写真を撮影した方と電話がつながっていますのでその時の様子をお話をお伺いしましょう、えー、もしもしはいあ、えー、どうもすみません大変なところありがとうございますよろしくお願いいたしますあのまず確認なんですけど今は安全な場所にいらっしゃいますよねはい、はい、います,す、ね、はい。 えー、これは帯広市内の様子ではあるんですけど、はい、午後3時10分ごろに帯広市内で撮影された映像ということになります、ねはい、これ、どの辺りで撮影なさったんですか、はい、と帯広空港の方から5、6キロ離れた場所ですね、はい、で竜巻自体はその空港から多分十10キロぐらい北の方だと思います、はい、東から北の方あたりで。 こんなにこうくっきりとねこういったま竜巻のようなものが映るわけですけれども、これを撮影したときは、何をなさってたんですかえっと農作業をしてて、その前にあの雷がすごかったので、その畑の方からちょっと戻ってきたんですね、で戻ってきたときにも竜巻が、最初、白っぽい小さな竜巻だったんですけど、みるみるうちにこう大きくなっていったので、撮影したときはもう多分最後の方の。 終わりぐらいのの竜巻の様子ですね、はい、だんだんと大きくなってこのような状況になって、うんねはい、やっぱりその、ね、竜巻注意情報が発表になった時にわれわれも呼びかけるんですけど、その周辺の空の状況、雷が鳴るというのも積乱雲が近づく兆しだとううお伝えしているんですけどまさにじゃあ、雷が鳴ってたわけですね鳴りましたねって、ではあ、雲の色が全然違ったので。はい あ、やはりこの写真に写ってるような色だったんですね。そうですね。はい。やっぱりこう空が急に真っ暗になるとか、そういうことですよね。ありましたね。はい。ごめん、上は真っ黒ですけど、まあ、中央ぐらいの雲、は白いですからね。いきなり天気が変わるということもあり得るということですよね。はい。もう、やっぱり見てても怖かったですね。はい。音とかもすごかったんですか。じゃ、音はしなかったですね。雷の音だけ。はい。と、まあ、雨の音っていうか。うん。も。 まあ南のほうが帯広空,空港から南のほうあこれだけの竜巻ですから何かこう物が飛んできたり巻き上げられたりしたってことはありましたかあ、えっと、多分撮影の時に見てあるんですけどなんかビニールというか農家の,そのマルチというかビニールがもうずっと上に上がっていくのは見えてたんですよね<ー>で竜巻が終わった後もそのビニールはなんか落ちてくる様子はなかったので。はいうん まあそれが走行している車になんか、ね、当たったら危ないねというのは主人ともちょっと話をしながら、様子は見てたんですけどそのビニールってのはビニールハウスだったんですかた、ねね、多んマルチって、畑にこう土の上にかぶせる、そんな感じでした、ね、あなるほど、これ、何分ぐらい竜巻のようなものは10分、15分ぐらいは結構長かったですね。はい そして、はい、まあこういう写真を、まあ、映像として、ね、残していただきましたけれどもこういうふうになっている時に、はい、周りの様子はどうでか例えばこうパトカーが通ったとか何かありましたか。 そちらの方向かったのかなと思って主人と話してたんですけど。何かこう覚醒器で呼びかけがあったとかそういうことではないですか。そういうのはないです。はい。でまああとはじゃその雷の音が鳴ってそのタス自体の音はさほど聞こえなかったということですね。はい。十、うん、分ほどこういった様子が見られたということでしたけれども、うん、その後特に今見える範囲で構わないんですけれども現在の様子というのはどのような感じですか。今はもう雨も止んで雲もかなり、えー、あの。 南から東の方に移動していったので、はい、今はもう晴れてますね、この空港近辺は、はいそうですね。だから最初にもちょっとお伺いしたんですけれども、はい、その雷が鳴ったり、空が急に暗くなったりということで、一旦農作業をやめて、はい、まあ避難なさったってやっぱりそういう行動が大事になってくるんだな、ね、ってのは、よくわかりますね。はい で竜巻注意情報今もう発表中となっていますね、はい、午後4時50分まで竜巻注意情報が都活地方に出されていますがこれ継続となる可能性もありますお話にもありましたが今はお天気が落ち着いていても急に天気が変わる可能性もあります空の様子にどうぞ皆さんご注意ください